ベティフリーダンはアメリカ合衆国のフェミニスト、ジャーナリスト、作家。1963年に出版された著書、女らしさの神話が大きな反響を呼び、米国における第二波フェミニズムの引き金となった。1966年、全米女性組織を設立し会長に就任。政府に女性の地位向上、雇用機会、賃金、昇進をめぐる。 男女差別の解消、人工妊娠中絶の自由化などを呼びかけた。ベティ・フリーダンは1921年2月4日、ベティ・ナオミ・ゴールドスタインとして、イリノイ州ピオリアに生まれた。父・ハリー・ゴールドスタインは、ロシア系ユダヤ人移民で、街角の小さなボタン屋を繁華街の大宝石店にまで発展させた実業家であった。母・ミリアムは、 地方紙の女性欄担当の編集委員であったが、結婚して家庭に入った。フリーダンは後に、母はいつも冷淡で批判的な態度をとっていたが、これは好きな仕事を辞めざるを得なかった辛さを隠すためだったのだろうと分析している。マサチューセッツ州の名門女子大学、スミスカレッジで心理学を専攻し、1942年にスンマク村腕で卒業した。 さらに、カリフォルニア大学バークレー校大学院のフェローシップを受け、発達心理学者、精神分析科でアイデンティティの概念を提唱したエリク・エリクソンに指示し、心理学の研究を続けた。この後、さらに、もう一度フェローシップを受けたため、博士課程に進むつもりであったが、当時付き合っていた物理学専攻の男性に反対されて諦めた。 フリーダンはこのことを後のインタビューで繰り返し語っている。学業を断念し、一旦故郷のピオリアに戻った後、今度はニューヨーク市マンハッタン区のグリニッチビレッジに住み、労働関連の新聞にニュースを提供する左派のフェデレーティッドプレスで編集委員を務めた。1946年には全米電気無線機械労働組合の週刊誌 UE ニュースの記者の仕事を得た。 1947年26歳で舞台演出家のカール・フリーダンと結婚しニューヨークシティの郊外ロックランド郡に今日構えた二人は密語を設けたがフリーダンは第二子の出産で退職以後フリーランスライターとして様々な雑誌に記事を投稿したフリーダンは同窓会で15年ぶりに会った同窓生のほとんどが自分と同じように郊外に住む 専業主婦で、しかも自分が置かれている状況に不満を感じていることを知った。これがきっかけとなって、以後5年間、フリーダンは歴史学、心理学、社会学、経済学を学び、米国各地の多くの女性たちに取材した。この結果、1920年代から30年代にかけて高等教育を受け、それぞれの分野でキャリアを築こうとしていた女性の多くが、 いつの間にか家庭に入り、皆同じ郊外に住む中産階級の専業主婦に変貌していること、しかも受けた教育や能力を活かすことができないまま、経済的にも精神的にも夫に依存し、社会によって課された主婦、妻、母としての女の役割を演じることに虚しさや不安、不満を感じていることが明らかになった。フリーダンはこの機会、他者承認、 自己実現などに対する憧れを名前のない問題と名付け、1963年研究・調査結果をまとめた女らしさの神話を発表。女らしさという規制概念とその欺瞞を暴き、女性たちに家庭以外に自己実現の場や生きがいを求めるよう促した。批評家は賛否両論でシモーヌとボーヴォワールの第二の性に多くを追いながら、 明確な言及がないなどの批判もあったものの、全米で大きな反響を呼び、ベストセラーとなり、多くの言語に翻訳された。2000年までの売上部数は300万部に達している。翻訳も1965年に出版され、その後、1986年に増補版、2004年に改訂版が出された。女らしさの神話は、米国において19世紀末の、 女性参政権運動に匹敵するウーマンリブ運動の引き金となり、1966年、フリーダンは女性の地位に関する第3回、全米委員会会議において、他の27人の女性たちとともに、全米女性機構を設立。初代会長に就任し、政府に女性の権利、地位向上、雇用機会、賃金、昇進に関する男女差別の解消、 人工妊娠中説の自由化などを呼びかけた。全米女性機構は、驚異的人数の会員を獲得し、1973年には、約600の支部、24の全国的な対策委員会が設置された。全米女性機構の活動で、当時、最も大々的に取り上げられたのが、1970年8月26日に、女性参政権、獲得50年を記念して、 ニューヨーク市及び全米各都市で一斉に行われた、平等を目指す女性たちのストライキである。ニューヨーク市では、マンハッタン区五番街で、フリーダンを先頭に、数万人の女性たちが、今夜は夕食を作らない、夫に餌を与えない、鉄は熱いうちに腕てをもじった、ストライキが熱いうちはアイロンをかけるななどのスローガンを掲げて、デモ行進を行った。 最後にブライアントパークに結集し、フリーダン、グロリア・スタイネム、ベラ・アバグ、ケイ・トミレットらが演説を行った。1971年10月6日には、フリーダン、スタイネム、アバク、シャーリー・チザム、ファニー、ルー・ヘイマーらを中心に、全米から320人の女性たちがワシントン DC に集まり、全米女性政治連盟が結成された。これは、 女性の公職選任の推進を目的とする組織で、フリーダンは演説で、コーヒーを入れるためではなく、政策を作るために結成されたのであると語った。また、1973年には、大手モデル事務所、フォードモデルの創設者、アイリーンフォードらの実業家、政治家と共に、初の女性銀行、信託会社を設立し、男女平等憲法修正条項、 男女差別を禁じる憲法修正27条案の可決のために活発な運動を展開した。フリーダンはこの間の活動を振り返って、1976年に女の新世紀へアメリカ女性運動の記録及び1981年にセカンドステージを発表した。しかし、とりわけ、セカンドステージでは家族の再建を提起したため、 ラディカルフェミニストやレズビアンらから批判され、フェミニズム運動から一定に距離を置くようになった。実際、当初は上記の活動の一環として、人工妊娠中絶の合法化を求める、中絶禁止法廃止を求める全米協会の設立に参加したものの、後に中絶合法化を中心に据えた、ラディカルフェミニストの活動を批判するようになり、レズビアニズムについては、 当初から消極的であったため、フリーダンは白人中産階級の異性愛、既婚女性のみを対象とし、有色人種、貧困層、レズビアンの女性を無視していると批判された。ダイアン・ロング・ホーベラーは、フェミニズム歴史時典の序文で、フリーダンはアメリカ社会に拡張的制度が存在することを決して認めようとは、しなかったし、女性が階級として男性から抑圧されていることも、 決して主張しようとはしなかったと述べている。1980年に来日し、講演を行った。翌81年に来日を記念して、国際女性学会編、家庭の構造、男と女、対立から協調へ、が出版された。スミスカレッジ、ニューヨーク州立大学、ストーニーブルック校、ブラッドリー大学及びコロンビア大学から名誉博士号を受けた。 2006年2月4日、85歳の誕生日に、鬱血精神不全で死去した。その他、ありがとうございます。